はい、こんばんは、島津です。ですね、本日はですね、以前やったあらやの製品バージョンをね、やっていきたいと思いますね。やっと来ました。もうね、皆さんからね、やりなやりなっていう声があったんでね、私ね、心臓が弱いんですけど、やることにしました。そしてね、あとはこんくらいでいいでしょう。じゃあね、やっていきましょう。このゲームはね、知らない方のために説明すると、病院でね、アラヤってね、人が亡くなったんですね。殺害されたのかな。で、なんで死んだのかっていう真相を探っていくゲームになります。では行きましょう。ちょっとね、ビビってね、心臓が弱いから、大声出すかもしれないんですけど、ご了承ください。途中でね、声が途切れたらね、倒れたって証拠です。え、何これ。あ、はい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 、ここね、体験版でやりましたね、そういえば以前。で、行きましょうか。うう、音がでかい。あんだけ小さくしたのに音がでかい。で、これがスペースバーで、あ、読めるのか。A note stating I'm going to buy a drink。 ドリンクを買った。パンかな。ブレイク、コーヒーかな。コーヒー買ったのかな。あのね、私、皆さん重々承知だと思うんですけど、私、英語読めないんで、ね、適当に読みますよ。これが、なんか、レリーフかなみたい。This Lucky Amulet、 幸運のお守り、みたいですね。最後しか読めなかった。はい。じゃあ、行きましょう。英語が読める方は読んでください。ちょっとね、ちゃんとそのために、ちょっと時間は置きます。さあ、やつが出てくんじゃねえか。どうなんですかね、体験版と一緒なのかな。そこわかんないけど。プッシュプー。私ね、一応ね、ここまではね、体験版と一緒だからね、ビビってませんよ。なぜなら知ってるから。で、これは、ん？音恐ろしいよね。やばい、おお、待て。ああ、しまった。待て、まだ読んでないって。ニュースペーパー、トゥーセイティング、ゴ、ピー、ん？ポピューラー、バイタリー、メンバー、イン、ホスティング、トライ、ジ？はい。ねえ、ほら、彼女がいるわけですよ。で、開かないの。開く？開いた。開いた。あれ？開かないよ。あ、こっちか。じゃあ行きましょう。あれ？あれかな？勝手にしまった？いやいや、待て、勝手に、何？なんか来る。待って、勝手にしまうんだけど。待て。まさか、あれをしてないからか？おー、勝手に閉まる！ちょっと！いかし、あ、いけた。いけた。無理やりいけた。なんだ、いけるじゃん。勝手に閉まるから。ビビったわ。てか、暗いね。あれ？暗すぎじゃない？これ。あっちか。実はね、今ね、体験版でやった時とね、違う行動を取ってみたんですよ。ビビったね。マジで。勝手に閉まるから。なんか強制イベントが発生するのかと思ったけど。じゃあね、院内歩いていきましょう。ここはね、鍵かかってんですよね。で、ここもね、開けてくれない。
序盤も知っちゃってるからね、あんま驚いてないですけどね、体験版の方は、まだ知らない状態だったんで、ね、その時のリアクションはね、体験版の方をご覧ください。後でね、再生リストに載せときます。一応。ビューオブジェクト。エンプティーだから、宛先も何もない、手紙ってことかな。ちょっと心臓がね、ちょっと痛い、ちょっと。効果音はなんないですね。どういうことだ？確かね、この時効果音なったんですよ。あれ？ミュージック？あら、ミュージック？ん？あら、ミュージックがね、嘘だ。ミュージックがゼロに等しくなってましたね。だからちょっと怖さが足りなかったんだ。あれ？無音だなーってね、ちょっと思ってたんですけどね。あれ？俺、こんな詐欺だっけ？オッケーかな？なんか無音に等しかったね。ごめんなさい、なんか。で、階段降りていって、でね、ここね、いまいち別の行動をとってみよう。奥行こうとしたらどうなるのかね。車椅子があって邪魔みたいね。あ、キランキランって光ってるから、E ボタン押してねーって。おお、びっくりした。いや、人がね、これが人に見えた、今。おお。オーディオちゃんとなってるよね。ちょ、上げとこう。ちょっとね、違うところがありますね。はい。結構ビビったんだよね、ほんと。ああ、でもびっくりしたな。人に見えたから、あれが階段の 手すりが。で、こっちですね。これ、これあれだね、チュートリアル的なもんですね。で、しゃがむのがね、しゃがめって言ってるの。なんか聞こえてくんね。おお！ボールか。プッシュドア、開かない。さあさあさあ、来ました来ました。これね、勝手にオートセーブするタイプみたいですね。ブッ！誰だ？こんなことしたらね、いけないんだぞ。子供でしょ？今これ、絶対やったの。悪ガキめ。はい、じゃあ行こう。ちょっと音が小さいね。ごめんなさいね。何回もちょっと切り替えるんですけど。なんか楽しみが足りない。マウス、なんだ？あ、字幕入れときましょう。ねえ、ここら辺で音結構鳴ってたからビビってたんですけど、なんかおかしいな。お、来た来た来た。音やっぱ大きくしとかないとダメですね。で、こっち開かなくて。おい。開けて！開けて！なんで開かないの？と、ね、開かないね。どうしよっか、戻ろっか。でね。ああ、やべえ、アライアが来た。ああ、開いてる。よし、突撃。あの女の子に捕まったらね、いけない。あれ、アライアっぽいから。いい。急いで。ああ、やっぱちょっとごめん、音が小さかった。全然。おいし。で、私ね、ここで何回も死んじゃったのよね。はい、こっちこっちこっち。
急げ急げ、やつに捕まると死ぬぞ。あえて奥行こうか。え、待て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 、やばい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 、やばい。え、死んじゃった。勘弁してくれ。いやこんぐらいだね、音は。やっぱよし、これで行こうか。どんだけ俺がビビるか見といてください。はあ、え、あっち行ってないんですよね。あ、なんかもうブルね、ブルブル震えたお姉さんが走ってきた。もうちょっと音をでかく。ああ今あれだよ、心臓の細胞が1万個ぐらい死んだはず。やばいな、私の寿命が縮まったことですよ。いや、あそこにほらほらほらね、ブルブル震えた変な お姉さんが来るんで逃げましょう。これね、多分タイミングよくボタン押さないと開かないんだと思いますね。ちょっとやってみようか。うん、ぽい。この人は普通に歩いてるよね。別の人じゃない。間違えちゃった。ちょっと待って、方向間違えたよ。もうちょっと大きくしよう。ああ、もうこれぐらい、これぐらいだとね、すごいリアクションが取れる気がする。あとね、これ独特なんですよね。マウスで押して、前に押しておいや。ねえ、この悪ガキも懲りないね。危ないって俺が注意してんのに散々。どこだ？親の顔が見てみたいぞ、俺は。親にちょっと言いたい。あれはね、大事故につながるぞと。はい、行こう。うわー、しまったな。結構でも驚かされたね、あそこは。やっぱね、来いや来いや、さよなら、開けて。あ、開かない、早く開けて。怖いんだから、彼女来るだけでも。はいはいはい、オッケー。これはちゃんとあのこっち行きましょうね。あっちから来るとは思わんかったな。俺もびっくりしたわ。あ、来てる来てるな実際。はい、じゃあ入ろう。はい、どこし、うん、え、ない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 、いや、いないいない、僕いないいないって。はは、何やこれ。うおちょっと最後違ったぞ。俺びっくりしたぞ。言葉が出なかった。最後こんなんじゃなかったのに。はい。ね、チャプター1ですね。マリサ。マリサって人ですね。前回の体験はあそこまでです。There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. 幽霊が出る病院だ。 Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people who pass by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place.But that's just what I've heard. The last time I saw Aria was here. これがアリアですね。Years ago, that day she mysteriously disappeared. But then the other day I received a message from Aria saying she was at the hospital.姉妹なのかな、友達なのかな。
で彼女は That's the reason I'm here tonight。そう、彼女はね、アリアが死んだ理由をこの病院に探りに来たらしいです。マリア、マリサか、マリサさん、おーいおいおい、はい、それではね、本日はね、ここで一旦終了とさせていただきます。違う行動をとってね、結構ビビりましたね。慣れているとはいえね。はい、それではね、島津でした。今度続きもよろしかったらお楽しみください。それではね、失礼させていただきます。